平野紫耀、リーハタシとのダンスコラボにファン興奮も、おそろコーデに胸が痛い、喜べない、の悲鳴。日本の人気アイドルグループ、元キング・アンドプスの平野紫耀が、世界的に活躍するダンサーリーハタシトップのコラボダンス動画を自身のインスタグラムにアップし、ファンを大いに興奮させました。しかし、 その一方で、事前にアップされた平野鳥畑氏のおそろコーデの写真に対して、一部のファンからは異論が噴出。今回のコラボに対する反応の複雑さとは何なのか、その背後にある事情に迫ります。コラボ動画にファン大興奮。 9月25日、平野潮が BTS の楽曲の振り付けを手掛けるダンサーリーハタシートップのコラボダンス動画をインスタグラムに投稿し、多くのファンを熱狂させました。動画はパフダディザファミリーフィートゾーアイドラズ、フレンチモンタナへのプロウェイチエック2015年に合わせ、わずか2分弱の中で2人の見事なパフォーマンスが披露されました。 これに対してファンからは、かっこいい、最高です。鳥肌止まらん、ずっとリピートして見ちゃってる、といった絶賛コメントが相次ぎ、二人のダンススキルに対する期待感が高まっています。リーハタ氏とキンプリの関係。リーハタ氏は、 キンプリのフォースアルバムメイドイン22年6月発売に収録されている1番やイレブンスシングル月読み同年11月発売彩りとの両英面の振り付けを手掛け高難易度のダンスでキンプリのイメージを一新しました。平野仕様は以前からリーハタ氏をリスペクトしておりジャニーズ事務所を退場し飛べ合流を発表した際から ファンの間でコラボを望む声が多数寄せられていました。おそろコーデに対する反応の複雑さ。しかし、9月23日、平野がリハタ氏とのコラボを予告するように、二人のおそろコーデ写真をインスタグラムに投稿したことで一部のファンから異論が紛失しました。 二人は、アトモスピンクリンハタ、ケイクルーアトモスピンク、ケイクルーニューエダのキャップに、キスの T シャツ、そしておそらくネックレスもお揃いで、平野自身も同じ写真をアップしたストーリーズに、服かぶってますしょう、とコメントしていました。この写真に対して、ちょっと複雑、これは素直に喜べない、といったネガティブな声が上がり、わざとおそろコーデをアップするのはなんで このツーショットにはいいねをせない写真見るの辛いだいぶ病んでますといったコメントも目立ちます。さらに、リーハタ氏が過去に金プリの高橋山に対し、私が金プリを変えるから、と発言したことが一部のファンにとっては不快に映ったようで、おそろコーで写真に対する反応が一段と複雑になっています。反論と混乱したコメント欄。反対に、 レイ野とリンハタ氏のコラボに対して喜びを表明するファンも多く見受けられます。しかし、ネガティブな意見に対しては、相手の方にも失礼だし、潮君にも迷惑かけることになると思う、今後ドラマや映画とかの仕事来たらどすんのといった反論もありコメント欄が学級会状態になっているとの報告もあります。 平野紫耀用とりいはのダンスコラボに対するファンの反応は複雑であり、特におそろコーデ写真に対する意見の対立が際立っています。一方で、多くのファンは二人のダンスパフォーマンスに期待し、今後の共演に興奮しています。 このような反応は、アイドルとファンの関係が多様化し、個々のファンがアイドルのプライベートや人間関係に敏感になっていることを反映していると言えるでしょう。平野と林畑氏のコラボが音楽やダンスのファンにとって新しい刺激となることを期待しつつ、ファン同士の対立が和らぐことを願ってやみません。